アイドル界のトップを走り続ける坂道グループ、自分の個性を生かして活躍の幅を広げています。桜坂でもバラエティ番組で体を張ったり面白いコメントを残すメンバーもいますが、天然おバカなキャラで番組を盛り上げているメンバーもいます。では今回は天然なおバカな桜坂メンバー4選を紹介していきます。また坂道グループが好きな方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。まずは守屋麗奈さんです。冠番組で松田里奈さんから天然の偽りのない可愛いぶりっ子と言われていました。桜坂の冠番組で新型コロナウイルスの濃厚接触者となった澤部さんに代わって相方の岩井さんを代理 MC に迎えた今回は、私しか知らないメンバークイズを実施しました。出題者となったメンバーは他のメンバーに関する自分しか知らないであろうクイズを出題。正解者が出なければご褒美を獲得できますが、正解者が出た場合もしくは土田さんがどうでもいい情報だと判断した場合にはご褒美が没収となるルールです。松田さんは自身が目撃し、ちょっと引いちゃったという守屋さんが無意識で行っていた行動について出題しました。岩井さんから意外な感じいいと聞かれて、いや意外ではないですと答える松田さん。さらに土田さんはぶりっ子が行き過ぎてるみたいなことをと守屋さんのキャラに関連付けた質問をします。この質問に対し松田さんは、そうですね、それをベースに考えてもらえたらわかると思いますとうなずきつつ、天然の偽りのない可愛いぶりっ子だとヒントを出しました。このヒントを受けて、養殖じゃないからね、作ってるぶりっ子じゃないからそこがすごいと称賛する土田さん。この時表示されたテロップは天然物ぶりっ子というものでした。守屋さんの持ちネタであるコツコツやどのイチゴも自分だと思うといった衝撃的な実話に基づく回答、物に話しかけるといった答えが出ますが、残念ながらいずれも不正解。正解は一致にと言いながら歩いていたでした。一人で二人三脚でもないのにと岩井さんが驚く中、本当に何も意識しないでやっちゃってたっぽいと語る守屋さん。松田さんがその時の様子をモノマネで再現すると、衝撃のブリブリ行動というテロップが出る中、岩井さんからはいや歩幅狭と鋭いツッコミが入りました。靴を履いてて履きながらドアを開けようとしてて、一人で歩いてたところで一致にって言っててと状況を説明した上で、目があってえってお互いになって、多分本当に無意識で言ってたっていうのが本当に驚きだったと振り返る松田さん。松田が絶句するほどというテロップが出る中、土田さんはこれナイスですと高評価を与えつつ、これからもメンバーにはレーナをもうちょっとちゃんと見ててほしい、ここいっぱいネタが転がってるはずだとさらなる垂れ込みを求めていました。守屋さんの天然の面白さをこれからも生かして頑張ってほしいですね。次はハブ瑞穂さんです。欅って書けないで、ハブ瑞穂さんの想像を超える発言や天然エピソードに番組が大盛り上がりを見せました。欅って書けないで、欅坂ハブ瑞穂のフィーチャー企画、想像を超える発言や天然エピソードに番組 MC 土田さんと澤部さんも驚きっぱなしだった。最初にワードセンスを調べるべくハブさんが謎かけに挑戦した紅白歌合戦とかけましてというお題に対して、ハブさんは紅白と解き、その心はどちらかに絞ってくださいと表現した。この謎すぎる回答に MC の澤部さんはああと驚愕し、土田さんもちょっとここはカットしようかと発言するほどだった。次に自分の自叙伝のタイトルを考えてくださいという質問に対して、U ターンというまたもや謎すぎる回答が、スタジオのメンバーはその意味がわからなくて一瞬凍りついたが、ハブさんはジョジョ園の一ランク上のお店かと思ってと、自叙伝が高級焼肉店と思ったと説明した。これには2期生メンバーまでも驚きを隠せない表情をしていた。さらにメンバーの上村里奈さんが、去年レコード大賞で過去の昭和の映像みたいなのが流れてたんですよ、それがモノクロの映像だったんです、そしたらハブちゃんがテレビがモノクロなんじゃなくて街がモノクロだと思っていたって言ってきてと驚愕のエピソードを暴露した。
メンバーだけではなく、ハブさんと深夜のラジオ番組を一緒にやっているアマコウインターも VTR で登場。一行の文章で30回くらい噛む。もう一回周りの人が読まなあかん。使い物ならん。とツッコミが飛び交った。ただそれでも最後は、面白いので、今まで通りのハブちゃんでいてください。と温かいメッセージを送っていた。SNS 上では、ハブちゃんワールド全開でヤバすぎ。ハブちゃん劇場絶身推しになりました。ハブちゃん異次元すぎて面白いなどとハブさんの天然ぶりが話題となっていた。ハブちゃんワールド全開でしたね。これからも変わらずに頑張ってほしいですね。次は増本キラさんです。 MV 撮影の際、増本さんが糸に絡まってしまったことがあったという天然なエピソードがあります。2人が紙面で共演したブブカ2021年1月号によれば、増本さんは正直思ったことをそのまま言うだけなので、テレビで見てここが使われるのかって思うことはよくありますと答えていたり、大沼さんにしても自分では全然面白くないと思ってたんですけどねとあまりピンときてない様子。ズバリ天然なのである。それが起きたのがモノボケを順番に披露し、誰もかぶらなければ成功というコーナーでのこと。本来ならばメンバーそれぞれの個性が楽しめる企画だが、実際は全く別のポイントが注目された。目と耳を塞がれた大沼さんの上半身が徐々に前前へと傾いていったのだ。大沼さんはこれについて、いや私まっすぐ立ってましたと言っていたが、この無自覚な笑いの面白さは、このシーンに尺を使いすぎて他をカットせざるを得なかったとその後の放送でスタッフが明かすほど強烈なものだった。こうした彼女たちの天然な魅力は、バラエティ外の場面でも笑いを生んでいるようだ。なぜ恋をしてこなかったんだろうの MV 撮影の際、増本さんが糸に絡まってしまったことがあったという。その時のことについて井上里奈さんが以下のように話している。キラちゃんだけ焦って困った顔で糸に絡まってて、カットがかかった瞬間に、あはははは、大丈夫？って笑いが起きました。本人は、すみません、すみません、って謝ってましたけど、場が和みましたね、と話していました。桜坂はまだ駆け出し、これからグループが成長していくにあたって、乗り越えなければならない壁もやってくると思いますが、そんな時こそ天然な個性がグループを和ませてくれるのではないでしょうか。最後は村井優さんです。桜坂の冠番組そこ曲がったら桜坂でふわふわド天然キャラあるエピソードとして挙げられた。桜坂の冠番組そこ曲がったら桜坂で3期生私って何キャラランキングという企画の第2弾が行われた。3期生のキャラをメンバーアンケートをもとにランキング形式で紹介していく同企画だが、今回の放送では石森、中島ゆずき、村井優の3名をピックアップ。メンバーだからこそ知るエピソードも含めつつ、それぞれのキャラが紹介された。最後にピックアップされたのは村井。第1位はふわふわド天然キャラあるエピソードとして挙げられたのは、ハモリパートを録音する時のこと。自分の高いパートと低いパートをどちらも録音し、それらを合わせることでハモリパートが完成するのだが、村井さんはどっちが私の声か分かりますかという独特な質問をしたという。しかもうっかりではなく、どちらも村井の声であるということを説明するために10分もの時間を要したほどのド天然なのだそうだ。すると弁明があるのか、その時の話を村井さんが自分で語り出す。自分のパートと低いハモリパートがあるんですが、高いところが低すぎてもう一つ取ったんですね。それでもう一つ取ってと話しながらも、話題がふわふわと迷子になっていく。すかさず MC の原市澤部さんが、一回この話やめよっかと切り出すなど、改めて村井の天然っぷりが証明された。第2位はオーバーリアクションキャラ。目に入るもの、口にするもの、毎秒初体験なのかなって思うんですよねという説明が入ると、メンバーからは納得の声が飛び出す。すべての触れるもの、話しかけられた人、すべてが初めてなのかなって、ゆうちゃんと喋るの今日初めてだっけって毎日思うんですよねと共感を示す声に、村井さんがすかさず反論のはずが、トークは再び迷子に澤部さんのなんでやねんというツッコミが入って収まったものの、まさにド天然な村井ワールドが繰り広げられる。他にも食べるだけではあ美味しいと言った後、ずっとリアクションが続くんですよね。
などオーバーリアクションが目立つというエピソードが続々。さらに毎秒初体験と言われる何口食べてもリアクションがオーバーなことにキレキレのツッコミが入る。終始いじられていた村井さんだが、第3位のダンスキレキレキャラでは実際に見事なダンスを披露、メンバーからの評価が正確ということも証明された。村井さんの天然をこれから生かして活躍の幅を広げてほしいですね。今回は天然おバカな桜坂メンバー4選を紹介いたしました。自分の好きな天然メンバーはいましたか？自分たちのキャラを生かしてこれからも様々な場で活躍する彼女たちを応援していきたいですね。坂道グループが好きな方はぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。